皆さん、こんにちは。あかねです。今日は留学生が日本の大学や専門学校の入学試験の面接で注意した方がいいことを話します。でも、これは本当に基本的なことです。もう知ってる人もいるかもしれません。面接ではいろいろな答え方があるので、こうすれば 100% 絶対に合格すると言い切ることは難しいです。私は日本語の先生になる前に仕事で面接官をやったことがあります。その経験から留学生の皆さんが気をつけた方がいいことを7つ紹介しますが、面接を受ける前に必ず皆さんの学校の先生と練習してくださいね。それでは一つずつ面接の場面を見ながら説明していきます。まずはこちらをご覧ください。どうぞ。失礼します。まず一つ目は椅子に座る時です。面接官がおかけくださいとか座ってくださいと言ってから座りましょう。さっきの映像のように入室してからすぐ座らないようにしてください。二つ目の場面です。それでは自己紹介お願いします。セーランと申します。中国の広州から参りました。今は ABC 日本語学校に通っています。はい、自己紹介の時に気をつけることです。まず自己紹介は5分とか10分とか長く話す必要はありません。そしてこれは少し細かいことかもしれませんが、自己紹介が終わったら最後によろしくお願いしますとかよろしくお願いいたしますと言ってください。面接官の立場で考えると、自己紹介はいつまで続くのかなとか、いつ終わるのかなと、自己紹介が終わるタイミングがわからないことがあります。なので自己紹介が終わった後によろしくお願いいたしますと一言言った方がいいと思います。ちなみによろしくお願いしますとよろしくお願いいたしますだったら、いたしますと言った方が丁寧に聞こえます。それでは3つ目の場面です。それでは日本へ留学した理由を教えてください。日本は安全だからです。日本の学校は楽だと聞いています。これは日本へ留学した理由を話すときですね。日本は安全だから、日本の学校は楽だから、日本人は親切だからという人が時々います。面接官がここで聞きたいことは、どうして日本で勉強しようと思ったのかということなので、自分が勉強している目的を話してください。例えば日本の大学で何々を勉強したいからですとか、将来何々したいので留学しましたなど、自分が留学した目的や目標を話すことが大切です。では4つ目の場面です。ではこの学校を志望した理由を教えてください。この学校の学費は安いからです。4つ目は志望理由についてです。これは必ず聞かれると思います。で、聞かれ方は、この学校を志望した理由は何ですかとか、本校を志望した理由は何ですかというふうに聞かれることが多いと思います。ここでダメな答え方は、さっきの場面でもあったように、学費が安いから、家が近いから、他の学校を受けて不合格だったから、有名だから、友達がいるからという答えはダメです。確かにこの理由は本当にその学校を選んだ理由かもしれません。でも学校の立場で考えると、じゃあ家から近いならどこでもいいの？もし友達が退学したらあなたも退学するの？という考えに
なると思います。どうしてこの学校で勉強したいのか、この学校で何を勉強したいのか、この学校の何に興味を持って志望したのかを話してください。では、5つ目の場面です。どうやってこの学校を知りましたか？いや、何となく知りました。5つ目は、どうやってこの学校を知りましたか？とか、本校を知ったきっかけは何ですか？というような質問です。さっきの場面にあったように、なんとなくという答え方はダメです。例えば、もしインターネットで知ったなら、何々を勉強したいと思い、インターネットで調べていたところ、本校のホームページを見つけました。という答え方なら、この学校を志望した理由と直接関係があることがわかるのでいいと思います。では、6つ目です。それでは、セランさんの長所を教えてください。私はサッカーが得意で、日本語も上手です。はい。長所の答え方についてです。長所というのは、あなたの性格のいいところを聞いています。なので、自分の得意なこととか、特技ではありません。何々ができますとか、何々が上手です。というのはダメです。あなたにはどういういいところがあって、それを活かして今までどんな結果があったのかを言うべきです。例えば、私は目標に向かって努力し続けることができます。去年、何々という試験に合格しました。合格するために3ヶ月間、毎日3時間勉強し続けて合格することができました。このように自分の長所を活かして、どんないい結果があったのかまで話すと、面接官としては納得できていいと思います。次が最後の場面です。どんなところが自分の短所だと思いますか？よく寝坊して欠席しちゃいます。はい。短所についてです。まず、短所はないです。と言わないでください。人間は誰にでも短所があります。面接官は短所がない人を求めているわけではなくて、自分の短所を理解して、どのように対処、対応しているかを知りたいんです。そして、寝坊とか遅刻するというのは、それは自分のことをきちんと管理できない、生活態度が良くないと思われてしまうので、絶対に言わないでください。はい。簡単にですが、7つの注意するべきことを紹介しました。あと、よく緊張するんですけど、どうすればいいですか？という質問をもらいます。面接で緊張してしまうのは当然のことです。これは留学生だからとか、日本人だからとか、学生だからとか、社会人だからとか、関係ないです。面接なら、当然、緊張するものです。実は私も経験があるんですけど、面接をしている方もちょっと緊張したりするんです。だから、緊張イコールダメなことではないです。緊張して大丈夫というふうに思ってください。今はインターネットで面接することもあると思うんですけど、インターネットで私自身が面接をしたことがないので、ちょっと今回はそれについて説明することができませんでした。なので、ちょっとまたいろんな人に聞いてみたりして、もしインターネットの面接の場面も動画で紹介できたらいいなと思っています。皆さん今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次お会いしましょう。バイバーイ。今回の撮影に協力してもらったのは、私が 2,3 年前に日本語を教えていた学生です。次回の動画では、この学生に専門学校の生活についていろいろ質問したので、また次回も見ていただけると嬉しいです。いつもありがとうございます。
それでは日本へ留学した理由を教えてください。日本は安全だ